進路指導とは、学校教育の一環として、児童、生徒の進学や就職について、指導、助言を行うことである。進路ガイダンスなどとも呼ばれる場合もある。中学校、高等学校、中等教育学校、中等部、高等部を置く特別支援学校には、進路指導指示が筆置とされ、 校長の監督の元生徒の職業選択の指導、その他の進路の指導に関する事項を司さどり、該当事項について、連絡調整及び指導、助言にあたる。その他、進路指導主事の元公務文章により、教諭が職務を分担する。なお、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校などには、学生の就職、進学について、 担当教員の元専門の部署を設置することが多い。学校全体の進路指導関連については、進路指導部が担当するが、個々の生徒への指導については、担任がこれを行うのが普通である。就職に向けての指導を、特に職業指導とも言う。また、従来の進路指導が、各学校における出口の指導に偏りがちであったことに対して、 より広い視点で進路を考えさせる指導として、キャリア教育という概念も提唱されている。ありがとうございます。